武道館で三冠タイトルに挑戦することの意味を俺は必ず見つける。控え室で小橋はそう静かに語りました。小橋にとって3回目の三冠タイトル挑戦、初挑戦は去年9月3日日本武道館、相手はシーズンイリアン、40分を超える大激戦、キャッチンバックドロップに無念の敗戦。2回目は今年の1月19日引退2日後の大阪の夜、川田と三冠戦史上初の60分2冠切れ引き分けでした。今宵の相手はミサーミッツァール。一体チャレンジャー小橋はこの三冠戦の戦いの意味を私たちにどう表現してくれるのか。世界最強のシングルレスラー、第14代三冠統一ヘビー級チャンピオン三沢光晴。今年の5月札幌の夜に阪神を破りチャンピオン返り咲き、2月には川田を退け初防衛、右膝靭帯断裂というハンデを跳ね返し田植えを下した選手に防衛2回は成し遂げたものの、1戦1戦三沢包囲網は縮まるばかり。そして今夜の刺客は同世代の名優小橋健太。最高のパートナーは今宵最強の挑戦者に変貌します。小橋、三沢、握手をがっちり交わした。37回目の三冠戦、今ケース日本武道館で運命のゲームであります。95ジャイアントシリーズ最終戦、メインイベントであります。小橋健太チャレンジャー、三冠タイトルは3度目の挑戦になります。わずかに上目遣い、その視線の先には同世代パートナーでもあります現チャンピオンの三沢光晴が控えています。がっちりと組み合いました。中腰になります。後ろへ下がったチャンピオンの三沢、お互い一部の隙も見せずにバックステップいたしました。時計と反対回り、まず序盤戦どちらが先手を取っていくのか。セカンドコンタクト、後ろへ下がった小橋、ロープに振った三沢、体当たり、小橋の勝ちだ。チャレンジャー、そしてラリアット、まず先制攻撃は小橋健太でありました。チャンピオンの三沢を最初にテイクダウンさせました小橋。バックを取ったチャンピオンの三沢、投げ返します。そして腕を取った小橋、ヘッドシターブレイクします。もう一回巻き投げ、ヘッドシター、そしてブレイクです。ここまでの動き、三沢、小橋、共によし。そして何よりも、これまで第10代の時に2年間、そして現在も防衛2回、それを成し遂げてきたのは黄金メール棒です。ミサイルキック、セカンドロープから、ニュートラルコーナーに三沢が向かいます。オンザトップロープ、小橋が今、立ち上がる。何を持ってくる？エルボーだ！ダイビングエルボー。小橋がローリングして場外に捨ててきます。さあ飛んでいく前、三沢が飛ぶか、コペスイシーだか、それともエルボースイシーだか、狙いをつけた、飛んだ、コペスイシーだ。まあ、自分のペースにはめようとするんでしたらね、はい、やっぱりもう中にリムの中に入れてどんどん、自分の技を出していかないといけないと思いますね。この後三沢は小橋をリングの中に戻してじっくりと自分のペースに持ち込むでありましょう。今なぜ自分がチャレンジャーとして選ばれたのか、その答えを必ずや皆さんに見せて差し上げますと小橋は話していました。ライディングボディープレス、カウント2で返しています。小橋、このシリーズは10月の15日世界タッグ戦、三沢小橋はチャンピオンの川田田植と60分フルタイム時間切れ引き分け、タイトル奪取はなりませんでした。
そしてその東学校、あーた、タイガースステックス、来た、スコマス、これは返しました。93年のチャンピオンカーニバルではこの技で三沢は小橋をマットに縮めています。さあ20分を経過した。今年最後の三冠タイトルマッチ、今小橋が立ち上がったところバックを取った、エルボーで防いでいます小橋です。しかしロープ自体ブロッキーだ、後ろを取られた、エルボー、三沢のエルボーが飛んでくる。そしてタイガースくると、このクライマックス、うねりを迎えて圧倒的に分があるのは三沢です。さあ今場外のこの小橋の表情、目は後ろ、焦点は合っていません。一体この右手で何を掴もうとしているのか。小橋なおも崩れ落ちています。小橋をリングの中へ戻します。さあ三沢が後を追って入ってきました。長期台頂上対決、カウントはカウントは2。5年前三沢がタイガーマスクと決別したその瞬間に長期台の原点はあります。この時のメンバーは三沢と小橋、菊池、そして川田。今川田は長期台にいません、菊池もいません。オリジナルのメンバーはこの小橋と三沢、その2人が三冠タイトル頂点を目指す戦います。チャンピオンのエルボーが容赦なく盟友小橋に命中する。カウントは2、もう一度カウント2です。さあどうなると小橋に後はないのか、三沢が完全に押し切ってしまうんでしょうか。日本武道館超満員1万6300の観衆は小橋コール、小橋の背中を後押しします。小橋薄れゆく意識の中でチョップを放っていきます。しかしチャンピオンの容赦ない蹴り、この小橋を見下ろす視点に何を伝えるのか。三沢エルボーとネクスチャース、そして拾い切った。まだ小橋にも闘志は残っています。今年全日本プロレスで60分フルタイム4回もありました。その4回すべてに試合戦っていたのは小橋、そして川田です。まさにフルタイムの男、小橋健太、驚異のスタミナ。しかし小橋攻撃をされています。先に立ち上がったのは三沢だ。トラスティッククリエスティーリー、これで蹴りを飛ばしました。あっとクリッチャーできません。ここでコールになった。2、またここでブロッキーながらも小橋がジャーマンを打っていきました。この赤が突っ込めたんですよね。そうですね、まあ、これでね、あれですよ、三沢も頭を打ってますからね、はい、まあ、5分ですけども、もう序盤で大技を出しているだけに小橋健太後が続くのか。体当たり、ありふり構いません。三沢が右の首のあたり、首筋のあたりを抑えています。小橋攻め時であります。25分経過、序盤戦は小橋、中盤から三沢がペースを握りました。しかし小橋も負けてはいません。ヘッドバット、さあ肩口のあたりです。そして頭を小脇に挟んだ、パワーボムだ、投げ捨てホールはできない。三沢も苦しい、そして小橋も苦しい。どちらが勝るのか。後頭部を抑えているチャンピオン三沢です。小橋はスライディングキック、
後頭部、低空のドロップキックです。さあどうなるか、カバーに入る。位置はちょっとロープに近い。カウントはアウトプレー、跳ね上げました。チャンピオンの三沢、3回目の防衛がかかります。33歳、ヘッドバットです。さあもう一度パワーボムを打っていく小橋、今度は高い、そしてジャックナイフに固めた。アウトスイープ、これも返されました。さあチャレンジャー小橋の渾身のパワーボムを返したチャンピオンの三沢ミッタル。三沢に対するコール、小橋に対するコール、相仲間しております。三冠統一ヘビー級チャンピオン、それは世界最強の栄誉と称号、それを手に入れるのはどちらか。ここで拳を握るか、魂の男小橋、もう一回念を押しました。おニュートラルコーナー、自らに気合を入れて、ヒロシードロップ。ここを右に小橋が回っていったもんですから、そうですね、小橋のあばらがですね、水落ちの辺が、ね、膝の背中に当たりましたが、肩に当たりました。なるほど、ね、これはダメージ、ダメージ、ともに大きい。さあ、場内の歓声、もう隣の人の声も聞こえません。先に立ち上がったのは小橋、蹴りが待っていた。しかし小橋、こっちに、やった